淳将時代の公式肖像写真、1969年9月15日、チャールズ・L・ウッド・イエーガーは、アメリカ陸軍及び、アメリカ空軍の軍人。退役時の階級は、空軍准将。公式記録において、世界で初めて音速を超えた人物として知られる。著名な親族として、妻のビクトリア・スコット・ディアンジェロ、甥のスティーブ・イエーガー、他がいる。身長は5フィート10イン。1923年、ウェストバージニア州リンカーン郡、マイラの貧しい家庭に生まれる。1941年9月12日、陸軍航空軍に一兵士として入隊し、飛行機の整備士となる。1943年にはパイロットの資格を取得。第357航空軍で訓練を重ねた後に、1943年11月にイギリスへ派遣され、第363戦闘飛行隊の P-51 パイロットとして戦闘に参加する。1944年3月4日、7回目の出撃で敵を発撃墜。しかし、翌日、8回目の出撃で、フランス上空において、今度は彼自身が撃墜される。同月30日に、レジスタンスの力を借りて、ピレネー山脈を越え、スペインへ逃れた。当時の軍の規則では、敵地上空で撃墜されたパイロットは、レジスタンスの秘密保護のため戦列復帰を許されていなかったが、司令部への度重なる嘆願の末、しばらくの巻き重視を務めた後、パイロットに復帰する。同1944年10月12日には、一度の出撃で5機のメッサーシミット BF109 を撃墜したことにより、アメリカ軍最初のエースイン、Aデーすなわち、1日で、規定の記録を達成した。エースパイロットの称号を受ける。イエーガーは終戦までに 11.5 機を撃墜した。その中には、ジェット戦闘機目262の発撃墜も含まれている。1945年2月26日、グレニス・ディックハウスと結婚。彼女との間には4人の子供を設けることになる。なお、グレニスはカリフォルニア州フェアフィールドにて1990年12月22日に、卵巣がんで亡くなった。チャックは、その後、2003年8月になって36歳年下の女優ビクトリア・スコット・ディアンジェロと再婚している。ビクトリアとの間には、一人娘がいる。戦後は創設されたアメリカ空軍に移り、NACAの高速飛行計画に基づいて作成された、機体ベル X-1 のテストパイロットに選出された。XS-1947 年10月14日、イエーガーが登場する XS-1 は高度6100メートルで母機から切り離され、2機のエンジンに点火して環状省に移行。続いて残りの2機にも点火し、高度10670メートルをマッハ 0.92 で通過した。高度12800メートルに到達する前に、エンジン2機をオフにして、水平飛行に移り、その後再びエンジンを1機オンにして、計3機で水平飛行を行った。その結果マッハ 1.06 を記録、人類初の有人超音速飛行となった。音速突破時に予想されていた衝撃波による振動もほとんどなく、意外なほどにあっさりと音速を超えてしまったという。彼が XS-1 で飛行して、通算50回目での記録であった。チャック・イエーガーと XS-1 グラマラス・グレニス2日前に、彼は落馬であばら骨を骨折していたが、そのことを隠したまま XS-1 に搭乗しようとした。しかし、搭乗口を閉めるために前かがみになることが困難であった。このことが明らかになると、テスト飛行から降ろされるため、同僚のジャック・リドリー大尉にのみ事実を伝え、解決方法を求めた。リドリーはモップの柄を使うことを提案し、これにより無事搭乗口を閉めることができた。このエピソードは映画ライトスタッフにも描かれている。また彼は P-51 に続き XS-1 にも妻の名前にちなんでグラマラス・グレニスという愛称をつけていた。現在、この機体はワシントン DC の国立航空宇宙博物館に展示されている。その後も最高速度記録を塗り替え続け、1947年11月6日には、マッハ 1.36、1948年3月26日には、マッハ 1.45 を記録した。1953年からは X-1 に関わったスタッフと共に、水平飛行でマッハ2の突破を目指す計画に参加した。しかし、11月20日に、D-558 から2スカイロケットとパイロットのスコット・クロスフィールドが先に記録を達成してしまう。イエーガーとリドリーはこれの記録を打ち破ることを誓い、オペレーションNACAウィープと名付けて挑み続けた。1953年12月12日、X-1A でマッハ 2.44 を記録し、最速の男の称号を取り戻す。なお、X-1A がマッハ 2.44 を記録した直後に機体が左に傾き、霧もみ状態で降下を始めてしまう。あわや墜落かという事態になったが、高度8800メートルあたりで機体を立て直すことに成功し、墜落は免れた。2000年1962年、NASA とアメリカ空軍のパイロットを養成する学校である、アメリカ空軍テストパイロット学校の校長を務める。1963年12月10日、NF-104 による高度記録達成に挑んだが、トラブルにより機は墜落するも無事生還を果たした。翌年の1月29日には、リフティングボディの実験機 M261 の試験飛行を行っている。1966年、ベトナム戦争では、南ベトナム及び東南アジアを担当する第405戦闘飛行隊の指揮官に任じられ、120の作戦に参加。計414時間を B-57 の機上で過ごした。1968年、准将に昇進し、翌1969年の7月には、第17空軍の副司令官に任じられる。1975年、ドイツ、ついで、パキスタンで勤務した後、ノートン空軍基地で退役。しかし、空軍及び NASA のテストパイロットとアドバイザーは続けた。1997年10月14日、イエーガーが打ち立てた音速突破50周年を記念する式典が開かれている。その際は、グラマラス・グレニス3と名付けられたK-15D に乗り込み、50年前と、同時刻の10時29分に音速を突破した。これが彼の空軍における最後の公式飛行となった。退役後は、故郷のウェストバージニア州の教育振興にも尽くし、マーシャル大学に奨学金制度ソサエティ・オブ・ジェーガー・スコラーズを設立。数々の実績を評して、州都チャールストンの空港や、南チャールストンの州間高速道路77号上のカナウハ川に架かる橋には彼の名が付けられている。その他の主な活動としては、実験航空機協会のヤングイーグルスでプログラムチェアマンを務めたことや、スペースシャトルチャレンジャーが1986年1月28日のミッションで爆発事故を起こした際の大統領調査への協力などが挙げられる。2004年、合衆国議会はイエーガーの少将昇進が議決され、翌る2005年に予備役少将となった。2007年頃にはカリフォルニア州のグラスバレーで暮らしていた。2012年10月14日、史上初の音速突破が記録されてからちょうど65周年目を迎えたこの日、ネバダ州のネディス空軍基地で現役パイロットが操縦するK-15D 戦闘機に同乗したチャックは、年89にして、超音速飛行を再体験した。最晩年には北カリフォルニアで暮らしていたが、2020年12月7日、ロサンゼルスの病院にて死去した。97歳であった。訃報は妻ビクトリアが夫の公式ツイッター上で発表している。イエーガーはトム・ウルフのドキュメンタリー小説、ライトスタッフ及び同書を原作とした映画の主人公の一人となった。映画ではイエーガーは、テクニカルアドバイザーとして制作に参加し、自身もカメオ出演している。ただし、映画には演出上、史実と異なる部分が存在する。X-1 は実際には墜落事故は起こしておらず、イエーガーが直前にパイロットとして選ばれたというのもフィクションである。NF-104 が飛行する際に、イエーガーが飛行許可を取らなかったというのも事実ではなく、ロシアの高度記録を破る許可を得なかったというのが史実である。ただし、上記のように骨折したまま X-1 に乗ったのは事実であり、NF-104 の射出座席によって頭と腕に3カ所の火傷を負ったのも事実である。人類初の音速突破に関しては、P-47 戦闘機のパイロットが急降下時に音速を突破したという証言があるが、パイロットの名前、日時など不明な点が多い。ドイツ人のハンス・ギド・ミュッケは、1945年4月9日にメッサーシミット目262で音速を破ったとの主張があるが、こちらは信憑性が薄いとされる。マッハ系が装備されていない機体では、高速飛行時に速度表示に誤差を生じることが指摘されている。一方、アメリカ人のジョージ・ウェルチが、イエーガーが音速を突破する2週間前の10月1日に、XP-86 で音速を破ったという説もあり、こちらは信憑性が高い。彼は10月14日10時29分のちょうど30分前にも音速飛行を行ったとされている。しかしこれについては公式に認められた記録ではない。この件についてアメリカ空軍はイエーガーと X-1 は水平飛行で音速を突破した最初の例だと述べている。これは、イエーガー以前に音速が突破されていたという主張を公式に認めたようにも取れる。ただし、人間でなくて航空機の場合においては、いわゆる超音速機というのは、水平飛行で音速を突破できる航空機のことであり、急降下、間降下で音速を突破できる航空機は超音速機の範疇に含めないのは事実である。ありがとうございます。